激動の年になると思います。まあ、毎年激動の年になるぞなるぞと言ってますけど、来年こそね、やっぱりこのずっと続いてきた安倍政権がどうなるかというのがありますので、やっぱり激動が予想されると思います。経済もあんまり良くないし、それからもちろん私たちの地元ではカジノの問題もありますし、もう本当にいろんな問題があるので、大きく動くんじゃないかというふうに思ってですね、古賀さんにバサリバサリとですね、明快に、来年はどんな年になるかということを占ってもらおうかと思って今日はお呼びしてあります。ご期待ください。そして私の方からですね、いくつかちょっとご報告をさせていただきたいと思います。3点ほど、なるべく時間がないんで手短にお話をしましょう。まずはですね、何といってもカジノですけれども、昨日中区の説明会行かれた方いらっしゃいますか？行かれましたね。私は中に入れなかったんですけれどもね、入った方から伺ったんですが、もう相変わらず林さんの一方的な説明だけで、それから質問もなんか一応会場内で、質問票をね書いて、それを集めたんだけど、3本ぐらいですか、やったのはね、実質的にはなんかそんなふうに、3本ずつ3本やりとり、何回か、2、3回やってます、ね、そうですね。 でもねその質問も分かんないですよね。アットランダムで無差別選んだのか、おそらく主催者の方が、司会の方ね、渡辺真理さんっていうアナウンサーの方がやってたらしいんですけども、まあね、これとこれとこれをやってくださいって言えばそのままになっちゃうしね、その辺どういう風なのかな、説明会ってちょっとよく分かんないこともたくさんあります。まず抽選でって言ってるんですけどもね、本当に どういう形の抽選やってるのか分かりませんけれども、そんな形で一応抽選という形で参加者を決めたということなんですけども、私も入れなかったけれども正面玄関で見てる限りで言うと、どうなんでしょうね、無差別に抽選で選ばれたのかなっていうちょっと疑問を感じるような方たちがたくさん来てました。というのはどういう人たちかというと、会社帰りのですね、背広を着たスーツ着たサラリーマンのカバンを下げた、そういう人たちがかなり多かったなという印象が あるんですね。これはまあ余談を持ってそういうことを言っちゃいけないかもしれませんが、やっぱりその抽選というのはどういう形でちょっと行われたのかなと、そんな感じも持ちましたけれども、まあでも私たちは断固としてそのカジノ阻止ということで、これからもやっていきたいというふうに思っております。で今日はですね、もしよろしければ休憩時間があれば休憩時間、あるいは会議の時にですね、ぜひ受任者というのは何だかお分かりになりますか？難しいんですよね。今大体住民投票をやろうとか、それからリコールやろうという、今いろいろ呼びかけをしてます。で、私たち立憲民主党としては住民投票にしろリコールにしろ、やっぱり受任者といってその名簿を集めてくれる、名簿をこう署名をやってくれる班長さんみたいな人を探してるんですね。それを受任者というふうに呼んでおりますけれども、もしぜひもしそういうことをやっていただけるんだったら応募していただきたいというふうに思っております。これ立憲民主党のチラシなんですが、この中にここに受任者というのがありますので、ぜひ差し支えない、ぜひやりたいという方がいたらここで、書いていただきたいと思います。一応ここにちっちゃくですね、どっちかにチェックしていただきますということがあるんですよ。リコールがいいか住民投票がいいのかというのをね、どちらか自分としてはどちらがやっぱりやるべきかということをもしあったらそこもチェックしていただければいいと思います。いずれにしても署名集めなくてはいけないので、受任者を一人でも多く私たちは集めたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それからちょっと今日のですね、資料を、一番大事な資料をちょっと皆さんにちょっと確認していただきたいんですが、一つはこの思いっきり勉強会というこの1枚の紙、それから左上を閉じたこのパワーポイントの画面ですね、これ古賀さんの資料になります。これ2つは絶対に入ってないと困りますが、それ以外にも今日は最後ということでいろんな資料を入れておりますので、ぜひ目を通していただきたいと思います。私の
ニュースも久しぶりに作って中に入れてありますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。やっぱりカジノの話で、ニュースを作っておりますので、よろしくお願いします。それから今日そのカジノでですね、私ちょっと皆さんにこの資料をちょっと見てていただきたいので、大事なことだけちょっとまとめてみました。カジノっていうのはもちろんもう皆さんご存知のように博打ですね、刑法185条で、禁止されている犯罪です。犯罪なんですね。犯罪を横浜の山下ふ頭でやる、そのカジノでなくてギャンブルというもので、今合法なものは何かというのはこの表を見ていただきますと、上の左側のちょっと字が小さくて申し訳ありませんが、まあ皆さんよくご存知の、まあ、公営ギャンブルって言われているものはよく皆さん聞かれたと思うんですが、合法ギャンブル、合法ギャンブル、その中に何が含まれるかというと、宝くじとそれからトトも含まれるんですね。こういうものを全部合わせて合法ギャンブルと言います。合法ギャンブルはそれぞれ上の方に黄色でちょっと記してありますが、根拠法という法律があります。競馬だと競馬法、それから競艇だとモーターボート競争法、これで一応、ギャンブルだけれども違法じゃないよというのをこの法律で決めているわけですね。それで一番、その表の右のところを見てください。やはり黄色の印をつけてあるところの下にパーセンテージが書いてあります。このパーセントが売上の中から、配当金を払った後の残りで、これだけのパーセントを、地方自治体に納めますよと。でこういうことがあるから一応合法ギャンブルにしてるんですが、カジノも実は横浜市に 15%、 横浜市は 15% しか取れないんですけどね。それから国が 15% 取れます。 30% 合わせて、売り上げでやっぱりカジノも、勝った人の配当金を払った後の残りで、払うということなんですが、大きな違いは何が違うかというと、公営ギャンブルっていうのは配当払い戻しする金額が売上の 70% から 80% と決まってるんですよ。だから必ず売上の中の 20% から 30% は手元に残る。その中から地方自治体にお金を納めるから必ず納めるお金があるんですが、カジノの怖いのは、カジノは民間会社です。民設民営会社です。民営のギャンブルなんですね。だから民営の会社というのはどういうことかと言いますと、会社法でその制限されている会社なわけなので、利益を追求するっていうことが一つと、それから公営ギャンブルは今説明しましたように、配当金を 70% から 80% だよと、売上の中のね。ところがカジノは決まってないんです。売上から何パーセントって決まってないんです。配当金は勝つお客さんが勝っちゃうと全部払い戻しちゃうということがあって、つまり堂本が負けることがあるんです。カジノ堂本が負けることがある。これで一番分かりやすいと思います。公営ギャンブルは堂本は負けません。必ず売上の 20% から 30% は確保できる、そういう違いあります。それが怖いですね。だから私が委員会で聞いたところによると、ギャンブル、このカジノの会社は赤字、黒字の時はいいんですが、赤字出ること当然あるわけです。赤字が出た時に横浜にその自治体に納付金というお金入りますかって言ったら入らない時もあるという、そういう回答です。でしかもその赤字がもし続いた場合、どういうことになるかというと、場合によっては地元の自治体に負担をしてもらうこともある、逆にね。だから非常にそのやっぱりカジノはそれこそギャンブルですね、危険ですよね。だから昨日なんかも、林市長はカジノがあれば、必ず700億から1200億円ぐらいの横浜市への収入があるって言ってるけど、これ保証されたもんじゃないですね。もしかするとそんなものがなくなって、しかも横浜市がその赤字を補填するための負担もしなくちゃいけないということも起きうると。それは契約の問題なんですけど、そういうことも起きうると言ってます。でそんな契約しなきゃいいだろうっていうことなんですけども、でもそうも言えないんですよね。なぜかというと横浜市がカジノ来てほしい、ぜひ来てくださいって頼んでるんですよ。そうすればやっぱりカジノの企業の方が強いですね、力。いや、こういう契約結んでくれなきゃ私横浜でカジノやりませんよって言われた時に、じゃあやめますって言えるかっていうと、多分横浜市やめるってことって考えてないって、昨日もそう言ってるわけですね。カジノをやめる考えがないと言ってるわけですから、
もうこれはもう絶対橋田さんがやるということで話が進んでいるとすれば、やっぱりカジノ業者のある程度言いなりの契約を結ぶことも考えられる、そういう危険性もあるということです。ぜひこの公営ギャンブルと今回のカジノのギャンブルの違い、大違いだということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でちなみによく皆さんも聞かれたと思うんですが、パチンコスロットはギャンブルじゃありません。こんなの入ってません。違うんです。換金できますけども、これは便宜上は、遊戯と言われていてギャンブルじゃない。で対象になる法律も風俗営業法という全然別な法律でやっておりますので、ギャンブルには入っていないということもぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから大事なことで、その右側の IR 整備をめぐる今後のスケジュール、これがとっても大事です。横浜市は、昨日から説明会というのを始めて、来年の2月いっぱいぐらいで説明会を終わらせます。で大体その頃からですね、真ん中に赤く書いてありますが、実施計画、これを作ります。そして実施計画を作るとですね、事業者とですね、事業者を選んで、その事業者と実施計画についていろいろ話し合いをします。そして最後に区域整備計画、つまり、例えば山下ふ頭なら山下ふ頭をどういうふうに開発するのかという具体的な計画を立てると。でこの立てた時点でですね、議会に、承認のために議会にかけると。でも議会にかけても今横浜市議会は与党が多数です、賛成ということで通っちゃいますね。そうすると、来年の、2021年の1月から7月にカジノの申請があります。でこの申請すると7月まで申請募集期間があるので、その間に横浜市も応募すると。そうすると7月に締め切られて、その後に、許可が下りるかどうかということになります。まあ、今全国に8カ所、北海道が辞めたので7カ所になりますけれども、まだそういう自治体が応募する可能性があるので、で全国でカジノは3つまでしか認められないということなのでね、この辺がどういう基準で選ばれるのかということもあるかもしれませんが、今一番有力なのはやっぱり横浜、それからあとは大阪ですね。それからあとね、最近は東京とも少し小池さんがカジノに非常に関心を示し始めたという話も出てきて、そうなると横浜にカジノ、東京のどこになるんでしょうね、築地になるか、あるいはオリンピックの跡地になるかですけれども、そこにもカジノ、東京と横浜にカジノなんてあって大丈夫なのかっていう感じもありますよね。だからまあ、これからどんなふうになるか分かりませんけれども、ただ非常に危険なのは業者と横浜市 その計画のいろんな話というのはほとんど多分出てこないと思います、市民のところに。だからこの辺をどうやって横浜市に情報を開示させるかということが大きな問題になってくるんじゃないかというふうに思っています。それからあと下で見てください、 IR の効果、これは皆さんもう昨日こういう数字をですね、林市長が言ってカジノをぜひ横浜に売りましょうということを言ってるわけです。いいことばっかり言ってますね。インバウンドで、観光客訪問者が増える、2000万人から4000万人、それから経済効果が7500億から1兆2000億、それから雇用も創出されます。つまりやっぱり IR ですから、いろんな施設ができます。催し物の会場だとか、それからホテルもできるし、それからカジノもやっぱり人が雇うことになるだろうということですけども、まあこんなにじゃあ実際に雇用が生まれるかどうかはちょっと分かりません。それから横浜 IR は地方財政への貢献に、これが一番今回横浜が呼ぶ大きな理由になったんですけど、効果が見込まれますということで、増収効果820億から1200億円と書いてありますね。これを、カジノ業者からもらえるということなんですけども、まあこんなにもらえるのかどうか、この数字ですね、ぜひ覚えておいて、もし皆さんのお住まいのとこで説明会があるとしたら、こういう数字頭に入れてですね、ぜひ林市長の話を聞いてみていただきたいというふうに思います。時間がねなくなってきちゃうので、あと国会の方ですが、国会来週月曜日9日で終わります。もう実質的に今日はもう何もなかったですね。明日は多分国会の終わるにあたってのいろんな手続きが明日あればもう終わりです。結局あれだけ騒いだ桜を見る会も、残念ながらもう今一本のところまでなかなか行ってるんですが、追及できないっていうことになって
ってしまって、本当にやっぱり国会終わっちゃうとですね、追及する場合がないんですよね。で、今一生懸命国会を閉じても予算委員会開けということを要求してるんですが、もう安倍さんはもう逃げ回ってます。絶対開けない、そんな状態になってます。まあ、どこまで攻められるか、それから来年早々もう早めにですね、通常国会始まると思います。で、その通常国会でやろうって言ってるけど、やっぱり難しいのは森友とか賭け問題見てください。やっぱり国会がね、一回切れちゃうとね、なかなかその後追及していくのって本当に大変なことなんですね。だから本来ならばやっぱり閉会中も予算委員会開かせて、そこへ安倍さんなり、それからまあ場合によっちゃね、関係者呼ぶ、まあホテルニューオータニ本当に5000でやってくれたのかどうかとかね、いろいろありますけど、そういうことも本当追求していかなくてはいけないんですが、私やっぱり本当に今安倍さんは私物化、権力の私物化、本当にこれ激しいです。私は独裁政権と言ってもいいくらいじゃないかと。民主主義の中の独裁政権です。まあ一応ね、日本は民主主義の国だからそういうところあるけれども、政治自体はもう本当に独裁政権じゃないかと。そのあたりはこの後で小松さんからいろいろ厳しいお話が出てくると思うんですが、小松さんに負けないように僕も厳しいこと言わなきゃいけないんで、まあ本当に今民主主義の中の独裁政権が安倍政権だというふうに思います。私やっぱり文書ね、公文書を最初はね、ないないって隠す、隠蔽する、で今度は改ざんする、黒塗りにしちゃう、全部ね、大事なところ、それから今度はもう本当にけしからんの、シュレッダーかけてみんな公文書なくしちゃうわけですよね。ないで、ないから、じゃあデジタルデータで残ってるのを出しなさいよって言ったら、今度はもうこれは最悪なの、デジタルデータは公文書じゃないって言ってるんですよ。そしたらどういうことになりますか。デジタルで文書を保存してもそれが公には認められないってことになってしまう。これもう本当にとんでもないことになってしまう。しかもその公文書をデジタルなくすためにですね、大型のシュレッダーにかけた、誰がかけたんだっていうことまで安倍総理はバラしちゃって、つまりね、身体障害者の方がやったこと。だって例えばですね、総理府の中で身体障害者の方だったらもう特定ある程度できますよ。そんなにたくさん雇われてるわけじゃないんだから。こういう個人、大事な個人情報まで今回総理は言ってる。しかも身体障害者の方を、その自分がだって指示してシュレッダーかけさせたのに、シュレッダーかけたのは その人たちですみたいなことを言ってるわけですね。責任転嫁ですね。昔朝ごはん論法ってなりましたね。それと全く同じですよね。朝ごはん食べたって言ったら、いや食べてないんで、朝ごはんじゃなくて、なんて言いましたね、パンを食べたって言うんですよね。そういうことですよ。責任転嫁をして、本当に安倍政権はそういう意味ではもう末期的な症状、本当にとんでもないことをしてる。しかも振り返ってみれば、森友の時に大阪財務局の職員の方が自殺をしてる、あれだってそうでしょ。要するに改ざんするのがもう自分で苦しくなって、職員の方は自殺したんですよ。でもその人に対して一言も詫びもないし、一言も何もない、そういう安倍政権です。ぜひもうなんとか年の変わっ、ね、新しい年になったら安倍政権を追い落とし、これをぜひ実現したいというふうに思ってます。その追い落としの仕方を今日は小松さんから私はぜひ聞きたいなというふうに思ってお呼びをしております。楽しみに、かなり歓喜な発言もいろいろ小松さんからあるかもしれない、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。時間がなくなってしまったので、あと、実はですね、皆さんじゃいつも立憲の仲間が駆けつけてくれます。私たち一緒に今火事の戦っている人、まあ横浜じゃないんですが、あ、横浜ですね、一人は横浜ですね、議員の人が来ておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。ちょっと来てください。須田君とね、小泉さん、それから一応来て、いや、せっかく来たから来てください。はい、今日も3人来てくれました。それじゃあそれぞれちょっと短めに自己紹介で挨拶をしてもらいます。どっから来てくれるのか挨拶よろしくお願いします。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。横浜市の旭区選出の県議会議員の須田晃平と申します。もちろん数の反対、この夜行犯の問題ですので、しっかりと県からもですね、国県市一体となって頑張ってまいりたいと思います。最後一言だけ自己 PR なんですけど、おそらくこの後ですね、小賀さんの、プレゼンの中で
フォーラブ法っていうのがあると思うんですね。で、改革はするが戦争はしないっていう旗印なんですけど、おそらく私立憲でただ一人そのキャッチフレーズで戦った人間でございますので、きちんとですね既得権益と戦う改革派は立憲内にもいるんだということをね PR させていただきたいと思います。実際質疑でもやっておりますので、嘘だと思う人は議事録を全部読んでいただければ間違いないなというのは分かりますので、それだけどうぞよろしくお願いいたします。横浜ではないんですけど、神奈川県、寒川町からお伺いいたしました、小泉修介と申します、町議会議員をしております、横浜じゃないのでちょっと直接はこのカジノの件にはなかなか、関われないというか、直接、受任者にはなれないのではありますが、まあ、これ正直横浜だけの問題ではなく、まあ、神奈川全体の問題であろうというふうに思います。実はうちの町からはまあ横浜結構遠いかなというふうにも思いつつ、でも横浜やはり神奈川の中心というところで、まあ、これが一体できたら、でそこでこの例えば今インバウンド需要とかそういうこといろいろと言われてますけれども、一体このカジノで人を釣ってそれで観光客そもそも呼べるのかと、でそれを呼んでそういう人たちはこの神奈川県中に一体どんな影響を与えてしまうのかと、まあ、そういったところ非常にちょっと心配はしております。で、私としては、現在の立憲民主党この神奈川県連の方でさまざまネットの広報の方を主に担当させていただいておりまして、現在、このカジノのことと合わせて、神奈川政治塾、立憲神奈川政治塾ですね、こちらの方はスタートいたしまして、現在入塾者募集ということで、ただいまFacebook もしくはGoogle 等々で、広告の方も出させていただいておりますので、ぜひ後ほどホームページの方を見ていただいて、関心ある方ぜひ入塾の方をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは、県議会議員の、田部屋吉高でございます、今日は横浜の鶴見からというよりはですね、この須田康平議員の隣の席から、ここにやってまいったところでございます。もう県議会で、まあ、今定例会最中ですけど、まあ、須田議員いろいろやらかしてですねまあ大変なんですけど、まあ、それもね情熱があるというふうに前向きに受け止めたらいいのかなというふうに思っております。で、まあ、カジノの件でですね、まあ、皆さんも昨日も、説明があったように、確認しておりますし、まあ、本当にいろんな動きが、あると思います。でこれからもう一番、まあ、いろんな考え皆さん持ってると思いますけども、まあ、重要なのはこのカジノを止めるために、もう行動するということだと思っておりますんで、そういった意味でですね皆さんと連携して、まあ、県会、まあ、市議会で、まあ、寒川長官合わせて頑張っていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。本日本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。私たちの大事な仲間です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。すいません、で、時間が過ぎちゃったんで、ただ私もう一つだけちょっと皆さんにお話したいことがあったんです。中村哲医師、ね、ゲリラかどうか分かりませんけど襲われて亡くなりました。私ツイッターとかフェイスブックにも書いたんですが、実は私現役時代に 9.11 の同時多発テロが起きました。当時日本で、まあ、私は夕方のニュースのキャスターをやってたんですが、すぐニューヨークの現地へ飛びました。でニューヨークの現場を取材して、その後ですねブッシュ大統領がテロとの戦いということでアフガンとの、まあ、戦争を始めたわけですね。でそのためにニューヨークからそのまますぐ、アフガニスタンに向かいました。ところが戦争状態になったので国境が全部封鎖されちゃってアフガニスタン入れないんです。そのためにパキスタンに行きました。でパキスタンの、イスラマバードから車で実はアフガニスタンの国境地帯、それがペシャワールというパキスタンで、ペシャワールから見るとすぐ向こうがカイバル峠という昔のシルクロードなんですけどね、その道で峠を越えるとアフガニスタンというところまで行ったんです。その時にですね偶然中村医師とお会いして、それで取材をさせていただいた。だからそのたった1回というしかペシャワールでお会いしてないんですが、もう本当に印象に残る人でした。穏やかで静かで優しくて、でもねなんかこう燃えるようなものを持っている人だったんです。ですから中村医師はあれ以来ですねアフガニスタンにずっと行って、もちろん最初の頃はとてつもない難民が出てたわけですね。そういう難民の人たちの治療に当たっていた。
そしてその一方でやっぱりあの砂漠ですから、アフガニスタンなんてほとんど砂漠の国ですから、井戸を掘って、そして、地元の住民の方に一生懸命その健康な暮らしを提供していた。もちろんあの何としてもその戦争は避けなくちゃいけないということを言ってきました。あのそういう人と私本当に一回きりしか会ってませんでしたけど、でも本当にあの大変な人材、日本はですね、大変な人をやっぱり失ってしまったなという、そういうあの思いをしております。あのそんなことをですね、まあ、個人的な私の感じですけど、ぜひ皆さんに知っていただくていただきたくてお話をさせていただきました。さあごめんなさい、ちょっと時間が押してきておりますので、それではもう早速、古賀茂明さん、今日もですとゲストにお話をさせて聞いていただきたいと思います。じゃあ皆さんどうぞ拍手を持って。皆さんこんばんは。あの実感もあまりない。やっぱりあの古賀さんならではのは話はそのね、日本の官僚っていうのはどういうことかっていうのもよくこの桜を見る会の話でよくお分かりになったんじゃないかと思います。びっくりするような話ばっかりですけどね。それじゃあですね、あの休憩をしようかなと思ってたんですけれども、せっかくですので、もうあと30分ぐらいなので皆さんと一緒に、古賀さんからいろんな話を伺いたいというふうに思いますので、もし、何かお聞きになりたいことあったらどうぞ挙手をしていただきたいと思います。じゃあのありがとうございました。予定の時間は今日も過ぎてしまって申し訳ありません。いつもね定時で終わらせようというふうに思うんですけども話が面白いとこうして伸びてしまうということになりました。今日もあの本当に古賀さんならではというお話を伺えたと思います。もう一回の古賀さんに大きな拍手を。私の、思いっきり勉強会も今年これがあの最後になります。またあの来年はですね、いろんな企画で、皆さんにあの興味のある問題を提案していきたいというふうに思っています。まあ、しばらくはちょっとカジノの問題から離れてというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、来年激動の年です。あの今日の私あの小川さんのお話を伺ってて、やっぱり改革っていうことを忘れてしまってはダメかなという、そういう思いにしました。保守であろうが革新であろうが、やっぱり改革っていうのを追求していくということが大事じゃないかな、そんな今日は印象を持ちました。来年皆さんにとってもいいお年であるようにお祈りをしまして、今年最後のグルーヴオーシャンの思いっきり勉強会、お開きにしたいと思います。今日本当にありがとうございました。あの今私がやっております横浜市民の会、カジノ、これはあの市民の皆さんとそれから政党と全て、合同でやっているあの組織です。でこれがあの今月の22日、日曜日山下公園の、石のステージというのがあります。これ山下ふ頭に入る入り口のところです。ここで大集会をやりたいと思ってます。5000人できれば1万人ぐらい集めたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん、そしてあの皆さん声をかけていただいて、ぜひ参加をしていただきたいというふうに思います。年末のお忙しい時ですけれども、ぜひあの横浜にカジノはいらない、これをぜひ皆さんと一緒に実現していきたいというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。